ちょっと今緊急で動画を回してるんですけども、ちょっと皆様にお詫びとご報告がありまして、動画を回してます。なんと私、亀裂骨折しました。いや、もう本当にちょっと申し訳なさすぎる。いろんな方々に。で、亀裂骨折って何かっていうと、多分わかりやすく言うと、骨にひびが入りました。ヒールでやったとかそういうのじゃなくて、本当に情けないのが、Mac を持ってたの。パソコン、ノートパソコンを持ってて、私、リングライト、大きめのリングライトを持ってるんですけど、それが急にこう倒れそうになったのね。で、その倒れそうになった先に、そのジュースのパック。で、これ、これ、衝突したらパック倒れて、ジュースこぼれて、掃除大変になるっていうのを恐れて、もうガーってこうやったんですね。そしたらなんかその反動なのかわかんないけど、Mac がストーンって落ちたの。で、この Mac のこの角の部分を私の右足の親指にゴーンって直撃して、やっちゃいました。マジで油断した、あの一瞬。まあ、やっちゃった当初は痛かったんだけど、その5分後ぐらいにはもう家を出ないといけなかったの。だからとりあえずちょっと家を出て、用事をいろいろ済まして、家に帰ってもまだ痛くて。で、赤みもひどいし、爪とかにも結構内出血が広がってて。だからこれやばいかなって思ったんだけど、よくよく調べてみたら、内身とかも内出血になるし、痛みは1週間2週間続きますって書いてあったね。だから、これ内身だと思って。まあ、湿布貼っときゃ一生と思ってたの。で、次の日に、マネージャーさんにその話をしたんですね。で、患部を見せたら、いや、これ結構やばいよ。病院行った方がいいって言われて。そんなやばいと思って。骨とかにひび入ったら腫れるとか、骨折したら腫れるって聞いたことあるんですけど、ありえないぐらい腫れるっていうの聞いてたのね、私。だから、まあ、こんぐらいの腫れだったら内身じゃないと思ってたんですよ。でもなんか結構、病院ちゃんと行った方がいいってめっちゃ真剣に 言ってくれて、で、わかりましたって言って次の日行ったんですよ。まあ、今日になるんですけど、今日行ってきました、病院。そしたら、これ亀裂骨折ですねって言われて、レントゲンも撮って、ひび入ってて、これはちょっと全治2、3週間ですねって言われて、マジか。まあ、ちょっとお詫びっていうのは、しばらくダンス動画を上げることが厳しくて。まあ、上げられるとしたら、18とかには上げられるかなとは思います。なので、ちょっとそれまで、ダンス系の企画、ショートは上がります。ショートは上がるんですけど、ダンス系の企画が、その動画の方では、ちょっと上がらないので、本当に見守っていただけるとありがたいです。本当にすいません。で、怖いのが、こっからなんですよ。まあ、ひび割りしました。結構な私の中で事件ですよ。私、骨に異常が出るなんて初めての経験なんですね、人生において。そう、結構衝撃なのに、その、やってしまった次の日、携帯がぶっ壊れました。やばくない？ちょっとさすがに。呪われてるんじゃないかなって思うんだけど。これ誰か呪ってる？ちょっと私のこと呪ってる人いますか？今すぐやめてください。本当に。本当にやめてください。 私の携帯、これ見てもらったらわかると思うんですけど、まあ、これ本当の画面にまあまあひび割れてます。これは前からなのね。前からやってて。で、まあなんか、最近ちょっと画面の調子が悪かったの。こうタッチしても反応しないことがあったんだけど、まあなんかちょっとこうやって立ち上げもう一回やったら反応するって感じだったんだけど、それが、急に、その骨折した次の日に、急にもう触れなくなっちゃって、画面の左半分が急に触れなくなっちゃって、で、暗証番号が全然打てなくなっちゃって、これやばいやばいと思ってやってたんですけど、1時間後、2時間後ってなるじゃん、この暗証番号間違えまくったら。だからもうあんま触んないようにしてたのね。で、まあ、最後のラストチャンスみたいな時に、こうちょっとピッて画面をピッてやってみたら、もう全部パパパパパって番号打たれちゃって、勝手に。で、もう、シャットアウトみたいな。もう、この iPhone 使用できませんみたいになっちゃって、今です。はい。iTunes でなんか初期化できるかなんか、
あったんですけど、調べたら。でも、なんか、その iTunes に接続しますかみたいな、そのやつが出てこないの。やってみたんです、私。線つなげて、iPhone やって。で、そしたらなんか、ここに勝手に同期が出るみたいなやつ、みんななってたのね、YouTube とかで調べても。え、全然出てこないの。全然私のパソコンと、私の iPhone が、同期してくれなくて。終わりました、本当に。もう、本当に、いや、結構、辛い。今結構辛いです、人生。パソコンに LINE の、つなげてたから、かろうじて Wi-Fi あるところでは LINE はできるんですけど、まあ、ちょっと昨日も、とある場所、初めての場所とかに行くのに、なんかもうなんかマジでわかんないことだらけすぎて。初めての場所行くのナビ使えないから、タクシー呼ぼうと思ったんですけど、タクシーのアプリとかも使えないじゃん、携帯。そう、だから公衆電話からタクシー。呼んだりとかして、それでまあなんとか行けたんですけど、もうやばい、もうね、原始的な生活してる。だから明日は携帯はちょっとやってみようかなって思うんですけど、携帯ショップ行って、もうやだだってデータ多分もう全部消えるってことじゃん。もう最悪だ本当にって感じです。で、メンバーのまほちゃんには、私が足が痛いことはしてて、で、病院行くっていうこともしてたんですよ。だけど病院の結果はまだ言ってないので、亀裂骨折でしたっていうことをちょっと電話で今からこっちの LINE の方で報告してみたいと思います。いやー、ちょっとね、申し訳ない本当に。じゃあちょっとまほちゃんに電話をかけてみたいと思います。もし、あ、もしもし、もしもし、聞こえる？うん、聞こえる。あ、ちょっとさ、今さ、撮影してて、電話ちょっと大丈夫？うん、え？何？いや、ちょっと、あのね、ちょっと真帆に伝えたいことがあって、今電話してるんだけど、あの、私さ、あの、親指が痛いっていう話してたじゃん。マックぶつけて。うん。で、そう、藤原さんに病院行きなって言われたじゃん。ああ、言われてたね。今日行ってきました。病院。あ、行ったの。ああ。え？どうだったの？何？亀裂骨折でした。え？いや、もう。亀裂骨折って何？ひび。骨にひびが入ってた。嘘でしょ？そうです。ほんとごめんなさい。それで全治2週間?3週間って言われちゃって。マジ？すいません。え、全然大丈夫、それは。え、それよりも琴音が大丈夫なの？そう、今ね、ギプス巻いてるの。ねえ、そうでしょ？結構重体だったんだね。重体？重傷だ。自分でもちょっとびっくり、マジで。いや、なんか結構さ、痛かったけど大丈夫大丈夫みたいな感じだったじゃん、琴音。骨折、嘘でしょ？ねえ、バカ。マジか。そう、それで、ちょっと、本当に真帆にも謝らないといけなくて、うん、そのしばらくダンス動画とか撮影できないから、ちょっと違うような企画になっちゃって、18ぐらいからは多分、ダンス動画は出せるかなっていう感じです。うん。オッケーオッケー。はい、え、全然平気だけど、はい。え、生活できるレベル？あ、うん。それは大丈夫。マジでよかった。え、なんか琴音がさ、怪我するってでも珍しいじゃん。え、ほんとにそう、自分もさ、初めてなの。え、だよね、だよね。骨に異常が出るなんて。いや、そういう時はね、休んだ方がいいよ。琴音はね、すぐ無理するんですよ。いや、そんなことない。してないよ。ほんとだよ。なんほんとしてない。なんか、マホは結構、怪我したらすぐ、あ、ちょっとやめとく、みたいなタイプなんだけど、琴音は結構ね、大丈夫大丈夫、強がっちゃうんで。いやいやいや、みんなからも言ってください。いやいや、でも本当すみません、ありがとうございます。いや、ちょっと敬語やめてください。というご報告でした、うん、分かった。はい、あの、無理はしないで。はい。ありがとう。じゃあねー。分かったよ、バイバイ。はい、バイバイ。はい、ありがとう、マホ優しい。ありがとう。ちょっと心がほっとしました。さっきお見せたんですけど、こんな感じなんですよ。ちょっとね、自分もちょっと
お医者さんちょっと大げさじゃないですかっていうぐらいな感じで、しかもこれあれなのよ、あのクロックスとかじゃないと入らなくて、なんかすごいでかいから、だからさ、片方靴で片方クロックスで、しかもなんか固定されてるからすごい歩きづらくて、だからもう本当になんかこういう感じで歩いてんの。もうそれが本当に恥ずかしい。本当に皆さんも気をつけてください。もう一瞬の油断が命取り。ということで、最後まで見てくれてありがとうございます。ツアーも控えておりますので、ちょっと今回のことを真摯に受け止めて、しっかり治療に専念していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。